2020年の東北楽天ゴールデンイーグルスでは、2020年シーズンについての東北楽天ゴールデンイーグルスの動向をまとめる。チームスローガンは、Now o r never 今こそ。このシーズンの東北楽天ゴールデンイーグルスは、三木はじめ監督の1年目のシーズンである。このシーズンから、本拠地の楽天生命パーク宮城が全面点然芝を採用した。 2019年は2年ぶりに A クラス入りし、クライマックスシリーズに出場したが2位の福岡ソフトバンクホークスに敗れた。平石洋介がシーズン中に監督を解任され、公認に三木はじめがついた。千葉ロッテマリーンズから FA 宣言した鈴木大地を獲得。ロッテに FA 移籍した未魔学の人的保障として酒市氏を獲得した。 さらにロッテから金銭トレードで枠井秀明を獲得した。またオリックス・バファローズから自由契約となっていたステフェン、ロメロ、サンディエゴ・パドレスから自由契約となっていた牧田和久を獲得するなど積極補強を行った。ドラフト会議では1位で勝深田博となど11名を獲得した。本節では 前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合と、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、 対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から終了までの入り対談について、記述する。色付きは規定投球回数以上の選手、色付きは規定打席以上の選手。ありがとうございます。